ールを取ります。ここはスペースができています。ちょっと3番の武田がカバーにつきますが中に送って、さあ今が落としてさあドブルシュートだ、入った、先制点横浜 FC、 あっという間の先制劇、前半の3分野村。いやいかがでした。いやもう素晴らしいですね、先日までやっていたワールドカップで見られるようなそうですね、素晴らしいゴールですね。野村が決めていきました。今シーズンこれが5ゴール目になります。でも北爪のカットからでしたね。そうですね、勢いよく攻撃につなげましたね、はい。でもヨハさん、この辺り北爪の突破っていうのは岐阜としてもかなりケアはしてたはずなんですけどね。そうですね、奪われてからなので、はい、どうしてもケアのしようが